マッチは4人同時に試合を行い、勝利した選手が出た時点で試合終了となります。ゼロワンの世界ヘビー級チャンピオンとして臨んだグローバルリーグ戦、決勝進出は逃しましたが、完璧なコンディションと内容で改めてその実力を示しました。ノアに放たれた弾丸、今宵も恐怖の肘がうなりを上げるか。ゼロワン田中雅人の入場です。褐色の肉体が躍動しております。ハードコア、電流爆破、どんな戦いでも壊れない、まさに鉄人。最終戦、残っているありったけの弾丸を箱舟に打ち込んでいきます。残念なる弾丸戦士、田中雅人です。シリーズおよそ4ヶ月ぶりにリングに帰ってきたこの男、欠場前と何ら変わらぬ鋭利かつ獰猛な姿で戻ってまいりました。箱舟の強さの象徴、最強の47歳が若い奴らをしばきにリングへ向かう杉浦隆の入場です。パートナーの田中雅人、久々にリングで対峙します。杉浦とは弾丸ヤンキースで組んできました。さあ凄みが増した感があります。杉浦、もう一遍頂点に立つだけと、その目は早くもベルトを見据えております。敵の心まで粉砕するクラッシャー、杉浦隆です。かつてのパートナー田中の姿、二人が久々にこのリングで交わります。続いては正北宮が入ってまいります。去年準優勝のグローバルリーグ戦はトップタイ、しかし直接対決の結果に泣かされ無念の脱落となりました。しかしそれでもこの男はくじけない、当たって砕けたリーグ戦の悔しさはこの一戦で晴らします。正北宮の登場です。北宮に後退はありません。肩を怒らせ前へ前へと進んでいく不屈の男、野心にあふれています。ひげを蓄え、さらに野生化する北宮。よみがえった獄門旗、最後の日本男児、正北宮。グローバルリーグ戦出場の3人に杉浦を加えた 4A マッチ、全員が敵というサバイバル戦です。最後に入ってくるのは前 GHC ヘビー級チャンピオン中島和彦です。中島はリーグ戦後半失速しまして3位で終わりました。ベルト奪回のチャンスは遠のきましたが、ここで切り替えてまた復権の一歩を踏み出します。中島和彦が入ってまいります。中島の姿が見えました。今年は GHC のベルトとともに歩んできた中島、しかし8月にエディ・エドワーズにベルトを奪われ、再起をかけたグローバルリーグ戦にも敗れました。中島が叫び続けてきたノア・ザ・リボーン、それを成し遂げるまで彼の挑戦が終わることはありません。自分の挙げる一つ一つの勝利がノア・ザ・リボーンにつながると信じて、中島克彦、初心に帰ってまた闘志を燃やしていきます。さあ強者4人の潰し合い、生き残るのは果たして誰か。早熟の天才、中島克彦です。スペシャル 4A マッチ、注目の一戦です。
復帰した杉浦、前 GHC 王者中島、ゼロワン王者の田中、そして若手の成長株北宮がぶつかります。さて佐久間さん、はい、4A という形式、うん、どの辺がこのポイントになりますかね。いやそうですね、これねやっぱり顔合わせを見ると勝彦北宮はね本名を組んでますし、田中杉浦弾丸ヤンキース本名を組んでいましたし、ということでねちょっと割とこう近い人間っていうのがそれぞれにいるんですよね。あそうですね、今中島が、うん、北宮拓司を交わしました。あっと弾丸ヤンキースが攻め込んでいく、まあ、まずはこういう構図になるだろうなというのは予想できたんですけど、ただね 4A マッチ今回のルールは勝った選手が出た時点で試合終了なので、はい、まあパートナーが勝ってしまったら自分は勝利にならないわけですからね、どこかでこうスイッチを切り替える場面というのは必ず出てくるんですよね、はい、まあ共闘してもどこかで折り合いをつけて、はい、まあ、自分が勝つというねそういった手段を取らなくてはいけない。そうですね、ダンゲルボー、これ厳しいですよね。さあ弾丸ヤンキースをブラックを感じない、この合体攻撃、さすがさず田中カバーに行く、北宮が入ります。この 4A は4人が同時に戦います。先にピンホールギブアップを奪った選手が勝利となります。ダイビングショルダー、まあ強豪揃いなんですが、佐山さんこのルールになるとですね、はい、やはりこの田中が経験値では一番上じゃないでしょうか。はい、まあ、やっぱ田中はねこういう試合もね何度となく経験してきてますからね、田中雅人は海外マットの経験からこういったゲーム性の高いルールに精通しています。タンガエルボー、おっと北宮が受け止めた、ボディスラム叩きつけました。胸板を叩く北宮、野生的であります。おっとアグレッションの味方である2人がやり合っています。ちょっとこういった、まあ、タッグマッチじゃないですからね、はい、これは普通に起こりうることですよね、はい、こういった小競り合いも出てまいります。しかしここは2人で共闘していく、ことごとく田中が読んでいます。田中ロープ飛んでいく、しかしダブルのドロップキック、アグレッションも呼吸が合っています。2人で絆を確認しました。しかし背中を見せています。まずは北宮、場外の杉浦の表情を捉えました。場外戦になります。さあ放送席の目の前、まさ北宮、そして田中雅人、フェンスの向こう客席に突っ込んでいきます。おっと強烈ですね、これ分厚い鉄のフェンスに叩きつきました。こちらでは杉浦と中島です。まあ、田中は場外に出たらますます生き生きしてきますよね。そうですね、田中のハードコア殺法、残忍な一面が出てくるでありましょうか。おっと、なんかお客さんのこれは何でしょうか、飲み物を持って北宮の額に一撃。こちらでは中島勝彦、重いキックを見舞っていきます。まあでもこう場外戦にばかり気を取られていると決着がついてしまう場合もありますからね。そうですね、まあね自分が知らないところでも試合が終わってしまうというのはこの 4A マッチですよね、はい、相手をよく見ていないといけないルールであります。 4A マッチ4人が同時に戦います。最初にフォールあるいはギブアップを取った選手がそのまま勝利となります。前として乱撃戦が続いている。こちらではまた熱い戦い、杉浦と中島、中島そばっとからまたキックを見合っていく。実力者4人が一堂に会しましたこの 4A マッチ。乱戦模様になると、さあこの田中が有利か。田中雅人、さまざまなこのスタイル、さまざまな試合のルールに精通しております。まあ、この2人はリーグでは、ね、別ブロックだったので、また今度シングル見たい顔合わせでもありますよ ね、 すね。田中が対角線走っていく、ラリアット対角スピード、おっとしかしまさきタミヤも行く、北宮もラリアット、ショルダータックル。北宮グローバルリーグ戦では A ブロックで塩崎との同点の10点を取りましたが、直接対決の勝敗で脱落となっております。運にも見放された北宮、さあ杉浦です。杉浦は戦況を見つめています。まあ、戦いにあえてこの入っていかないというのも、はい、この上等手段の一つですね。そうですね、今ね北宮と勝彦が戦ってますけど、やっぱりこう場外戦でそれぞれがスイッチが入ってきた感じなので、もはやもう敵も味方もなくなりましたよね。そうですね、
先ほどは握手を交わしたはずの2人が今もう敵として向かい合っています。中島と北宮、うわ中島強烈なミドルキックどよめきが起こります。5分が経過しました。杉浦が動き出した。じっと戦況を見つめています。入るチャンスを伺っています。杉浦その間に中島、おっと杉浦がここで入ってきた。狙ってましたね。一瞬無防備になった中島克彦、それを狙っていった杉浦。なだれ式ブレンバスターの構え。おっと田中が背後に忍び寄ってくる。またの下に潜り込んだブレンバスター。パワーボム、これは杉浦もきついですよ。杉浦も頭を打ちました。田中が DDT。 ちょっと2人が先制離脱している間に田中が動き回っている。中島と杉浦は場外です。その間に田中将人が勝利を狙っていく。飛んでいった、すあっと膝を出された。田中撃墜されました。中島が戻ってきます。いやしかしこの展開が目まぐるしいですね。そうですね、なかなかねこう今誰がいいリズムだというところまではみんながみんなペースをつかめずにいますよね、さすがに。おっとデスロール、やっぱりこうねタイプ的にみんな真っ向勝負を好む選手なので、インサイドワークにね武田選手が一人いたりするとそういう選手がねなんかこうずる賢く立ち回るということがあるんですけ ど、 おっと全員が全員真っ向勝負ですからね。タンカンヤンキースがトップロープ、フランケンシュタイナー。そして田中がスーパーフライ。田中距離があるスーパーフライ決めていった。中島カットします。弾丸ヤンキース対1アグレッションというそういった構図になっております。 4A マッチ。ああ来ますよ。おっと起こした。来るぞ。スライディングラリアットかわした。ならばと杉浦が行く。おっと杉浦スライディング D。なんと田中の技で倒した。いやスライディング D でしたね。狙ってますね。田中も狙ってますよ。かなり田中を意識しております杉浦隆。そしておっと始まるぞ、このエルボーの乱れ打ち。しかしスタミナ充電していく。これはきついはずですよ。弾丸ヤンキースのさあエルボー乱れ打ちショー、エルボーショーが始まった。あすさまじいエルボー、ローリングエルボー、そしてランニングに弾丸ヤンキースと連携の前に沈むか。いやーこれは本当にタッグマッチになってますね。そうですね、この弾丸ヤンキースの2人やっぱ久しぶりといえどもすごくいいですよね、コンビネーション、はい、中島、おっとキックで応戦する。中島も意地があります。弾丸ヤンキースは2014年に GAC のタッグ王者、そしてプロレス大賞の最優秀タッグに選ばれた名タッグチーム。この2人が組んだら誰もかなわないとまで言われました。久々の再会。おっと中島のキック重い。しかし杉浦は下がらない。ミスターフルボッコ杉浦隆、エルボーをぶち込んでいきます。うわ中島のキックすごいですね今のね。これはものすごい衝撃ですね。ゴツンというエルボー、鈍い音が放送席まで聞こえてまいります。中島もうこれはトップギアのキックです。杉浦対中島、 GHC のベルトを争った2人でもあります。完全に対マン勝負の様相、対マン勝負の様相だ。杉浦が追い込んでいく、走り込む、おっとドロップトーホールド、そして蹴り上げる、顔面蹴り上げました。朝北宮がラリアットで飛び込んでくる。ダブルのフェイスクラッシャー、アグレッションの連携。おっとここで味方に攻撃する。中島ドロップキック、田中入ってくる、左のレリアット。おっと中島がバックドロップ、杉浦が入ってくる。さあ杉浦ジャーマン、
下見やられやった。4人が倒れ込むリング上、すごい試合になってきましたね。すごいですね。10分が経過した時点でこの有様、10分経過、しかしながら4人が倒れ込んでいる。さあここからが勝負であります。これはね、もうそれぞれが消耗してきてますから、はい、自分一人の技だけで勝つんではなくてね、うん、誰かの技を食らった選手を狙うっていうのはね、はい、これ有効になってきますよね、はい、そういった意味ではその戦略、頭の良さというのも求められます。リング上が今、田中と杉浦2人になりました、ね、おっと、弾丸ヤンキースが向き合った。さあ来た、エルボー合戦始まった。褐色の肉体2人がどつき合う。お互いの今の力を確かめるように目いっぱいでエルボーを打ち込んでいく。杉浦47歳、田中44歳。さあ凄まじいエルボー合戦だ。さっきまでダウンしてた2人ですからね。これがおっとロリゲルボーか、おっとバックロー、そして中島がミサイル飛び込んでいった。こういうタイミングの攻めですよね、ホーエーマッチは。もう今、田中と杉浦は相当ダメージがあるところでしたからね、まあ、潰し合わせておいて、頃合いのいいところで中島が入りましたね、よく見てましたよね、中島和彦、チャンスであります、杉浦、立ち上がりましたが、棒立ちになっている、そこへトラスティックを2発打ち込む、さあ、後ろには、まさき北宮がいる。北宮、おっと、スピア、誤爆してしまった。杉浦が飛び越えた。そして田中が割って入る。おっと、その田中をブレンバスター。結果的にこれ北宮がいい形になりましたね。そうですね、勝彦も迎撃しましたからね、はい、防衛マッチ非常に難しいルール、戦っている方は非常に難しいルールであります。杉浦がカウンターチンシンク、左のラリアット、ラリアットで投げ倒したが際どいところ、肩を上げました。杉浦恐ろしい表情です。気合が入っております。今野獣のように吠えました杉浦隆。さあ強肩が行く、ドーベルマンが襲いかかってくる。おっとキャッチしました、膝をキャッチした北宮ブレンマスター。うわー、おっとバランスを崩しながらまた上げていった。この時間帯であのパワーですからね。そうですね、これはちょっと北宮にはチャンス来たんじゃないですかね。田中と中島は場外です。リング内1対1、北宮が勝利。オースピア、さあ突っ込んでいった北宮、場外。こちらは中島と田中のブレンバスター合戦リング内。さあ斉藤スープレックス来るぞ、斉藤スープレックス勝負に出ました。まさきたみや杉浦を抑えた、入った。防衛マッチ制したのはまさきたみや、混戦をきたみやが制しました。いやー佐久間さんいかがでしたか。いやもうこれはね、それぞれの選手の攻撃のダメージをみんなが受けてますからね、はい、最後北宮うまく試合をね締めましたよね。13分2秒、斉藤スープレックスが火を吹きました。まあ杉浦はね、このグローバルリーグ戦でトップ戦線で戦っていた3人の中にそのまま入っていったわけですよね、はい、そうですね。結果は3カウントを奪われましたけど、すぐにこれ最前線にもう戻れるぞっていうのを示したんじゃないですかね。それはもう十分杉浦がね示したんでしょうね、はい。まあ、逆に北宮としては最前線で戦っていた側の意地を見せる結果になりましたからね、はい、北宮はグローバルリーグ戦では塩崎と同点の10点を取りながら直接対決の勝敗という形、運にも見放された形で脱落となりました。まあ北宮は5勝してますからね。そうですね、まあ場合によっては優勝戦に出ててもおかしくなかったわけですから、その力を示しましたよね。おっと田中将人に対して何か噛みついております。おっと田中に敵意むき出し、弾丸ヤンキースに先制布告しました。朝日田宮、この強豪4人、強敵4人の戦いを見事に制しました。
それに田中将人が不快感をあらわにしております。そして佐久間さん、はい、まあ、この北宮も、取ったか、一人残らず目つぶしてよくぞと呼んだ野郎。さあ北宮がこの後に向けてのアピールを敢行しました。そして弾丸ヤンキースなんですが、はい、この2人どうでしょう、この後復活はあるんでしょうかね。そうですね、今ね、ゴリング上で対峙してますけど、おっと手を出しました。田中は剣王にこのタッグ結成共闘を要請していましたが、さあ杉浦ともがっちり握手交わします。やっぱりまあ今日戦いあってね、お互いの力量というのを改めて感じて、ね、まあ2人のタッグがこれ復活したらまた楽しみですね。この2人が組むようなことがあればまたこのノアマット流れがガラッと変わります。田中将人グローバルリーグ戦、さあそして杉浦も引き上げていきます。グローバルリーグ戦で活躍を見せた田中、そして杉浦のコンビ注目したいと思います。いやこれが答えやって、客は何を求めてんのか、俺と杉浦が絡むことを求めとんねん、それが反応見て分かったやろ、それだけ。ざまみやがれこの野郎、今まで通りよ、ボロボロだったって勝つ方法知ってんだよ、這いずり回ってでも食らいつき続けりゃどんだけ泥臭くてもみっともなくても勝つことはできんだよ。ここが違えんだよてめえら、ノアは次のステップだ、杉浦じゃねえ、マルシでもねえ、この俺マサ北宮だ、よく覚えとけてめえら。